どうもお疲れ様です。即価塾の久保です。世界の物価っていうのをね、いろいろ調べてみると、ちょっと面白い記事を見つけましたので、紹介したいと思います。ご覧のように、台湾の牛乳の価格は、スペインの4倍以上あるということなんですよね。まあ、価格差とか金利差があるのは仕方がないことなんですけども、ものによってはね、あっとびっくりな価格差っていうのがあるわけなんですよ。 まあ牛乳なら大したことはないと思うでしょうけどもこれをねちょっと世界で比較してみようかなというところでございますこれ綺麗にまとめられてますんで分かりやすいですよスペインで69円の牛乳台湾ではなんと306円とまあ、日本ではね221円って書いてますけどもそうですね私たちが日常飲む牛乳って1リットルで198円とかね、まあ、そんな感じじゃなかったかなと思います まあ格安のねちょっと質の悪い牛乳は100円切るやつもあるんですけどもそれはあんまり飲む人はあんまりいないのかなと思うんですがねまあ、牛乳は大体200円前後かなというのが私の感覚ですけどもいかがなもんでしょうかそれからまだまだありますビッグマックよく言われることなんですけどもビッグマックの価格単価って世界で比較するとどんな感じになるのかなとこうやって一覧にしてみたのがあるのが興味深いですねうん まあ台湾241円。日本は390円。これ分かりやすいですよね。アメリカとそんなに差がないということなんですが、同じ商品でもここ,もこ,こまでね差があるわけなんですよね。ブラジルが500円超えて、ブラジルって結構ほら、豊かじゃない国のような気がするんですけども、こんなに高いんですね。まあ、スペインやカナダも、まあ私たち日本と同じような感覚なんですけども、まあまあ高いですよね。うん で、その他比較してるものは何かあるのかなと思ったら、まあないわけなんですけども、結構世界ではね、値上がりがすごい進んでいて、ヨーロッパの方では、例えばドイツなんてのはね、電気代とか水道代が先月の倍から3倍ぐらいになってるらしいんですよ。日本でも値上げは起きてますけども、そこまで激しくひどくないですよね。この辺は日本のエネルギー政策がうまくいってるというよりも結構ね、 踏みとととどまっているところだと思うんですけども、まあ、時間の問題なの気がします、まあ、それからねアメリカの方では割と値上がりが進んでいて、うん、こちらの方もね現地に行くと生々しくって、まあ、もちろん所属の高い人が住んでる地区っていうこともあるんですけどもまあでもね全国平均でもアメリカの物価っていうのは結構きつくってガソリン代とかね高いんですよなぜか。 アメリカってガソリン自前で製作してるんで、結構安く抑えられてるのかなと思ったんですけども、まあ割とガソリンもね高いって聞きますよ。ただこれ週によってばらつきがあるんで、ここでね、どのくらいだってことが単純に言えないんですけども、まあこの辺、ちょっと調べ始めたところなんで、まだわかんないところが結構あるんですけどもね。うん。まあ輸入の転売とかしてる方とかはシビアになってるところだと思いますけども、これからちょっとね、いろいろと、 リサーチしていこうと思います。とりあえず今日は台湾の牛乳はスペインの4倍ということが分かったんでよかったかなというところですね。はい。記事は三井住友トラスト不動産からでした。